極限サバイバー100万円でやってるわい。あーリーチ目大きいボーナス大きいでございます。ナイス気持ちいいいいですね。噛み合ってきた噛み合ってきた噛み合ってきましたね。よっしゃバッサリバッサリめっちゃ気持ちよくないですか。やっぱ、ね、結構戻しましたから ねさあこれで総計ラッシュは確定で、ね、よっしゃよっしゃ残念アイコンで110ゲームで432枚また本格スタート、マジであるかもしれないか。はい、お昼から戻ってきました。AT 終了後、降格スタート、うん、ですね。ちょっと打っていきましょう。やっぱりね、結構簡単に降格いってくれてるんで、はいはい、で設定位置も指定したんで、やっぱワンチャンあんのかなって思ってきますよ。流れは悪くないよ。そうなんですよ ね頑張ろう頑張ろう。こうなんかね、悪くはない感じがほんまにひしひしとしてくんねんな。まあ、実際問題はその高設定のバッサリゾーンがどんなもんなんか分からんけど、出てき方ただまあ結果割と早い当たりをずっと引けてるんで、うん、ほんまに悪くない感じはしますよね。さあちょっとお昼ご飯から帰ってきてから一回もバッサリゾーンが来ないというね、まだちょっと流れが変わってる感じがしますな。言うてまあプラったとはいえ大きくプラってるわけじゃないっていうね、チャンス目押し順弱チャンス目になるのかな。今日チェリー108ゲームそう、キョーベル118ゲームキョーチェリーはダメやったと。さあじゃあキョーベルはどうや。煽ってますねまだ。あ来ましたね、来たバッサリ。さあ前回から初のバッサリ129ゲーム。さあ頑張りたい。ちょっと並びは厳しいか。並びは厳しいけど、行きゃいいだけなんで。そうね。よし、うまいよ。うまい。うまい、赤まで行った。じゃあもう紫まで頑張れ。うまい。いいよいいよ。ラスト。ああ残念赤っすね。さあ赤当てたいっすよ。ちょっと弱そうやな。キャッチモードが弱い。いやー弱いな。チャンスね。やっぱ外れましたか。赤は当てんとあかんわな。氷水かか今の。なんやちゃんと押してなかったからわからん。まあ、でも氷水かやったらさすがに直撃とかすんのか。やったらね。はいバッサリゾーン544ハイパーバッサリゾーン6ゲームになるってやつか。あ多分これが今日スイカのあれなんでしょうね。なんやねこれもう、ま、クソやねおい。あよかったいいなお前。
撃に変わりやがったな。キル以降からな、ね、出玉全止まりです。マジかい、マジで。いやもうこうなんねえな。バッサリ、まあ強い並びは。いや決めた、よし攻めて赤まで行け。なんで急に何にも起こらへんねん。もう今腹立つなあ。あったー、来たぜ今のは。くっそー、いやーこれかなんな。こんな展開変わられたらたまりませんな。 P さん、なんやゲームやもん。どう思う今。お前たちのタイマー、なんか一応お、なんやなんか引いた。はい、強チェリー712。さすがに今のあのバッサリ行くでしょ。もうね、ピンさん、次のバッサリは、うん、何もありがたがあることなくこのペースのまんまいきますよ。分かった。あかんかん。722バッサリー、バッサリバッサリー、バッサリバッサリー。いやもう無理やりありがたがらんバッサリ、歌やめろバッサリバッサリ、これ歌わんとね。僕バッサリ、ほらあくまでいいかぞ、ね、もうありがたがってもいいぞ。俺はバッサリバッサリバッサリ、もうありがたがってもええねんで。いやあかんて、あかまで行ったから、あかんて。一回あかん外しとるこのコンプラ。あとはもう応援して紫まで、紫まで行ったらええねん。ほんまに紫まで行ったら、ほらちょっと入ってきた。バッサリ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 、僕の名前はバッサリー。うわ、しょうもな。バッサリー。しょうもな。バッサリー、バッサリー。僕の名前はバッサリー。僕ちゃんバッサリー。ほら、もうすぐやで。僕ちゃんバッサリー。じゃあ、意識したらあかんねん。ちょっとね、もう意識、いや、意識してるやん。してへんて。だから無理やり歌ってんやろ。してへんてば。僕の名前はバッサリーって誰やねん。ちゃうやん。だから、Pさんが。なんかこう煽ってくるから、気がちゃう。これはでも頑張らなあかんところやん。頑張らんでええねん。頑張ったらあかんねん。こんなじゃ確定じゃ。バッサリバッサリ、俺の名前はバッサリ、しょうもない。君の名前もバッサリ、もうみんなバッサリやん。君と僕がバッサリな関係、まだ喜んだから。バッサリ、もう喜んでもええやん。ちょっと待て、バッサリバッサリ、今のでちょっと喜ばへんかったらパチスロ番組が破綻されるわ。破綻しようがない、しょうが。お前こいつはパチスロやから、こんなもんで喜んどったらあかんんすよ。お前やったらしゅうって、バッサリバッサリ、よっしゃ。めちゃめちゃ喜んだったで。お前ほんまにこれ引けてことやぞ、はい、次レア役引いてこそですよ。そうですよ、いきますよ。次引いたら皆さんバッサリダンスが見れるかもしれんよ。バッサリダンスが、よいしょ。いやさすがに難しいな。そう、分かりました。バッサリバッサリがいいんですよ、いや気持ち悪いな。でも気持ち悪いかもしれへんけど、それが一番いいんですよ。だから頼む頼むより結果出たわけじゃない。僕の名前も君の名前もバッサリだったよ。そう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 、気持ち悪い。謹慎すっかや。あのな、あかんねん。いや、そんなこと言うたら。そうやん、だって違うって全然。僕の名前は藤田、君の名前も藤田で愛し合うんやろ。ほんまやな、ただ名字が一緒なだけかもしれへんやろ。はい、ボーナス。16000円も使いましたよ。なんクソったるがほんまに。
ええー、加減にさらせ、ほんまこの鼻くそが。これ一回目、しさが出るっつって喜んでんよ。千枚ぐらい出してくれよ。どうやったらがっつり出るんでしょうね。ねえ、まあ乗せるしかないんか。ダッツリ。ボーン2でいっぱい。400枚ぐらい出してん。まあね、なんか乾燥させたいっすね。うん。とにかくちょっとボーナスは続けたいぞ。おし、これは熱いよ。こう来ちゃうんだな、こう来ちゃうんだな、ピーちゃん、うんうん、来ちゃうんだね、こう来ちゃうんだな、うん、俺見てみろ、バッサリ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 、オッケーよ、レッドセブン、オッケー、いいよいいよいいよ、いいですいいです、あらそう169枚、ここで間違うてなんか50とか100とか乗ってほしいですね、ほんまに。へいへい、強チェリーストロングチェリー、テンキュー。30でかい、でかいね、でっか、30はもうでかすぎて、これストロングチェリー、3ストロングチェリーからの30でかすぎて、もうねこれビックラポンです、うん、ビックラポンですよ、ピーさん、ビックラポンですわ、ほんま。じゃあバッサリ歌っとけ、今ビッグアップも滑ったから、あのそんな簡単に歌えないですよ、ね、いやそんな簡単に歌えないですよ、申し訳ない、やつ売りしたないんで、滑った滑ったやめろよ。さあ残り80ゲームまで来ましたよ、そうなん、これが 80% 継続やったらもうビッグラポンやで、あ、いやほんまに ね、うん、ビッグラポン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 のポンポンのポンポポンがポンですよ。いやなんかちょっとマジでスイカから上乗せ一丁ゲームとかないですかね。こんなもんまいくらポンの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 、いやどうせね2400まで止まってやから、それぐらい遊び心があってもいいやん、それぐらいちょっと突き抜けんかい、少なくとも引いたやつはねえ一生の思い出にはなるでしょう。一兆ゲームはね、まあ自慢できるよ、例えば一兆ゲームってあるやんか、はい、時間無制限で取り切れるとしたら、うん、取り切るまでに何十年かかんないから1日のオープン回しても1万ゲームぐらいやから、うん、なあ、そう考えたらやばいっすよ、だから多分何十年もかかってやっと取り切れると思うんだけど、いや多分無理でしょ、人生かけても無理ですよ、それでもスロッターの人って打ち続けるのかな、回さはるんちゃいます、一兆ゲーム、うん、でもあのそれ全部取り切って、まあ、何兆円もらえるか分からへんねんけど人生も終わってるわけやんか、ジャンプアップもない、押せ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 、あかんもう全然あかんもん、あんだら全然あけません、全然あかんな、155円、316枚、これ継続結構難しいんちゃう、なんかね、ほんま、ズババババババ、あ、赤まで来ましたね、バッサリ来ますよ、まあでもやっぱ波は荒い感じします、波荒いって言うんかな、どう思います、まあでも止め口が やれてないところが多いかな、まあいいや、とりあえずバッサリバッサリ、うん、出た、バッサリバッサリ、俺も君もバッサリ、君と俺は二人でバッサリ、いや歌の語彙力が全然ない娘の名前はバッサリ、娘もバッサリなんや娘もバッサリなの、孫の名前もバッサリ、みんなバッサリやん、藤田バッサリバッサリバッサリ、藤田になってた、藤田バッサリ、藤田が出てきた、おかんの旧姓村田バッサリ下の名前なバッサリは下の名前やった、そう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 余計ややこしなってきたヘイ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 、いいんじゃないよ、いや意識したらこんなもん、バッサリ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 、ズバッと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 、ヘイ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 、こんなもんね、いち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 ね、うん、
あの深く考えてたらあかんんすよほんま。おお、マジで。ほんま、あの自分の人生に置き換えた時に、うん、これはたかがスロットのねチャンスゾーンなんて、うん、マジで鼻くそと一緒ですやんか。だから難しく考えたらあかんんすよ、うん、よかった。なんで次ゲームで引くんじゃこんま、うん、ねめっちゃ考えてもうてるじゃん。めっちゃ考えてもうてて悔しがってる。まあでもこの赤は当たりますよ、今日唯一の赤1回が外れよったんで、はいはいはい、で設定位置でも 50% あるんで、これ今日赤2回目なんで、あのほんまにこのように確率っていうものが存在するのならば、うん、当たるはずで5アス、5アス間違いなく当たるで5アス、これは、うん、当たらんわけがないで5アス。今日はどうしたん。何がですか今日は。どうしたん。どんどん中年になってきた。あの多分眠たくなってきたと思うんだよ。うざがらみな。さあこれが外れればビッグラポン。逆にうわ外れた。ほらビッグラポン、ほら、はあ、富吉なんかこんなんあれちゃうの、そのなんすか、バッサリゾーンじゃないねんけど、1日1回は誰かバッサリしたいやろぐらい、まあ、イラチやろ、1日1人か2人か分からへんけど、まあそうっすね。だから僕も飲食店で昔バイトしてた時にさ、はいはい、やっぱお客さんですぐ切れはる人おんのよ。あー、まあおるでしょうね。何やったら水がぬるいやら、なんかあれや、来るのが遅いやらで切れはる、はいはいはい、焼肉屋さんやったんですよね、飲食店で。ほんだら、まあ、いわゆるあのヤクザ屋さんみたいなお客さんが来ててさ、ね、そこにあのチシャっていう葉っぱあんねんけどな。ああ、チシャだね、チシャね、はい、うん、それを出してんけど、その季節柄チシャによナメクジがついてる時があったんよ。はい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 、はい、でそれでもうむちゃむちゃ切れられてたんよ俺、いろんなお客さんに。なかなか、さあこれちょっとさっき見ましょうか。なるほどね、バッサリ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 。俺が漫談してる方が。あ、いいですよ。そうそう。あ、そうそう。でその劇団さんのところにどうやら行ったわけですよ。はいはいはい、はい、そのナメクジがね。ナメクジがね。うわ、怖い、死ぬほど切れられんやろなと思って震えてたら、おいおいって2回叫ばれた後に、塩持ってこいって言われて、要するに塩で溶かすからってナメクジをね。めっちゃ優しいやん。うん、そうですね。もうほなんか別に怒ってきゃあれんかったんすか。兄ちゃん、しよう、ナメクジおるから溶かすわ、うん、あー、でもなんか逆にね、うん、逆にそういうのはそう、うん、なんかええ話じゃないけど、うん、あ、いいですね、うんうん、一般の人はむちゃむちゃ怒んねんけど、ほんまに怒りそうな人はあんまり怒らへん。あー、なるほどね、うん、逆にね、逆にね、さあ、そんなバス、漫談してたら紫の紫で、うん、チャンス、カルシウムが足りてないんちゃうか、みんな。意味あるんすか、まずで。牛乳飲まへんやん、トミキって、そもそも。飲まないっすね、うん、でお魚も嫌いやんか、あんま好きじゃないやん。いや、好きなんですよ。ただ、家とか草のあるから、うん、あの家で焼かへん、うん、でプラス、外でも食べたいなと思うんすけど、焼き魚定食とか出さはるところって、うん、まあ、だいたいミンチカツとかワンパクなんあるじゃないですか。美味しいやつな。そうそう、口魚やのに、うん、あっち行ってますよ、ハンバーグとか。そうそうそう、だから俺たら留吉ちゃんも圧倒的にカルシウム不足ちゃうかなと思ってた。ああ、なるほどね、うん、じゃあこれでなんか牛乳かなんか毎月飲んできますわって1ヶ月後めっちゃ節目ジャクソンみたいなの嫌やな。ほんまにおめでとう。当たり222ゲーム残りこんだけでした。おい、ギリギリ。まあ、確かにな、ちょっと確かにイラつきすぎな部分もあんのかもしれん。そうでしょ、うん、気をつけんとあかんすわ。うわ、白ガッチャ。おお、これめっちゃ熱いらしいよ。白って熱くなかったでしたっけ。ねえ、5000ゲームとか乗れ。あ、スイカ。あ、今日チャンス目か。10なんやな。あ、白ってなんか熱いイメージありましたよね。赤、こめかみがピクピクしてきた。こめかみがピクついてきましたよ。あかんねん、切れたら。あかんあかん。
せめてボーナスとか欲しいけど、そう簡単にはいかんやろうね。なんか銃乗せじゃない何かを引かんと飽きませんな。でも今日チェリーとかで30か、あと何引けばめっちゃ飲んねやろ。強水か強リプレイちゃいますかね。そうですね、強リプレイ両方9000何分の1とかなんで。あ、確かに。あ、やったボーナスや、おめでとう。イエーイ、まんじゅい222ゲーム。なんか隣の人むっちゃボーナス連チャンしてましたよね。うん、ああいうのやりたいわ俺も。どうでもええわ、どうでもええ。あのバズラル、あのバズラスみたいな。はいはいはい、悪いな、うん、だからもう悪意だらけやから、うん、じゃあここをもっとなんとかせなあかんわ。なんか3桁ぐらいいけやね、うん、あ、やったボーナス、フリーズ、ベルフリーズ。あ、ほんまや、ベルフリーズなんか知らんけど固まりやった。僕アクションゲームがあんま好きじゃないから、でもこれもう銃とかばっかりもうちょっとしょっぱいな、ほんましょっぱい。青青チャンスアップがちょっと出ましたね、うん、ナイスワッショショイ。なんか久しぶりに継続した気しますね、ほんまに。だからもう 80% ループで延々継続したらまたまた枚数出れるってことだな。まあそういうことかな。でもどっちにしろボーナスは引かんと、ご覧の通り出玉あんま増えないんで、あーでもこれ強い、強いね。ちょっとチャンスアップね、強攻撃ったね。押せ、押されとんねん、強攻撃みたいな人で。もう100点できんじゃない、この役立たずが。終わりましたよ。うわ、はい、うわお、110ゲーム369で、またあれ降格いかず、ストロングチェリーで熱くなってきよった14ゲーム広告中の強チェリーですね、バッサリ来ますね、バッサリ。すごい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 、何本いくね、すごいな、サナリーフィート、うわこれはすごいわ。何ペアと思って、すごいすごい510、素晴らしい、素晴らしい、お隣さん。まあそれはああだったら楽しいですよ。いやもうあれはバッサリバッサリ、バッサリバッサリですよ。こっちもバッサリバッサリやな。ほらね、いやほんまに素晴らしいね。はい、僕もバッサリ来ました。26ゲーム割と普通のやつやな、バッサリ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 、はい、ナイスバッサリ、ヘイナイスナイスナイスバッサリ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 バッサリ、あ、やった。うわ、しかもチャンスだよ。うん、ここのここでレア役見たら関係ないんだな。なあ、ね、
2位ぐらい来れてもよくないですか。確かに、うん、バッサリもう言うてるだけだと思うで、マウベルトリーのバッサリー、あバッサリーほぼサリーまだレアヤク、おナイスバッサリー、いやなんかくれやもっと、ね、レアヤク連チャンしてんやし、なんかくれて、ほんまバッサリー、うわバッサリー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 いつのバッサリー出た、これこのままな、うん、普通に行ってもらって四季まで行った場合溜まってるエキストラの3つはどうなの、何にも関係ないと思う、バッサリーそこもバッサリ、そこもバッサリですよ、バッサリーバッサリー、ほら4つむっちゃバッサリするやん、エキストラ4つもあるし、バッサリバッサリバッサリ、ご訪問、うわバッサリバッサリ、うわ6個目これ絶対行くやん、さすがにもうさすがにね、隣の方のいい運気がこっちにも流れてきた、いやお前にありがたいことですよほんまにね、うん、あレアクでバッサリ、レアクでバッサリです、おめでとうだバッサリ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 、さあレアク引きましょう、レアク引いたらいいですよ、これでも7個あるやつはもうあれなんかな、引き損なのかな、これなんかご褒美くれてもよくないですか、これななんかできれば掘ってないよな、ここまで食べていくで、しかもこの画面でも嫌がらせみたいにプラスしやがったんですよ、そうやんな、もうじゃこれでもレアク引くまで無理か、いやサービス良すぎるでしょ、そうやわな、いやレアク引かしてもうそういうことせな多分無理やわ、さすがにですね、これも次のバッサリの時な、ああでも今なんかありましたね、うん、飛んだ35、あ35ゲーム乗った、おいバッサリ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 激しいなってきた、動きが激しい激しい、やったね、やったやった、75ゲームスタートでボーダスで85ゲームスタートやりましたよ、やったやった、上乗せなんねやあれ、そういうことですね、さすがにね、うん、うん、全くこれまで全く気付いてんかった僕らのこの目節穴っぷりやばないですか、なくなんねやと思って、うん、バッサリなくなんねやと思って、全然バッサリじゃなかった、であの桜はどうやって食べんの、食べんの、いやー多分レアク引いて裏乗せで多分そうやと思います、これ設定した出ました出ました、ちょっと見ますね、ガルガント高設定した弱、うんうんうん、でも今プラスまだか、まだまだ全然まだっすよ、はい81ゲームまあそういうこと、スイカや今日乗ってくれるかな、あ、ボーナスでした、はい、まあいいや、まあ、いいや、あまだあれ、まだあれ、鬼ボーナス、まあ何もないよりいいですよね、うん、偶数資産、今日逆回転のまあ偶数は間違いないでしょう、偶数資産が多い、はい、101枚残り85ゲームボーナス
イエーイ Thank you。 さあ白なんで鬼ボーナスもある。よし、さあ伸ばす伸ばすね。ナイス Thank you。 いいですね、ちょっといい流れができてきてます。ラスト、あ、227枚ちょっと箱に入れます。使ってんのが800枚ってことね。今まだ800はないわけど、なんかいけそうっすね、うん、いけそうな気がしてきたな、うん、84ゲーム残りにで、これで94っすよ。94、あ、そっか、チャンス目、おい、10ゲーム乗った、イエーイ。この10ゲームで喜んでるからあかんのっすかね。そう、いやでも喜ばんとな。まあね、あ、そう、感謝の気持ちはもたんと乗ってくれてんねやから。うわ、白ガッチャいいぞ、チャンスね。10ゲームなんよね、うん、やっぱり10ゲームなんやな、うん、はい、続きました。おい、うまいうまい、はい、ラスト、やる気出ないでってどういうことやの、こっちは必死で回してんのに。さあどうや、さあ前人未到の4戦目に行けるか。お、続きそうです、続きそうやな、続きましたね、続いた続いた、これで続かんなんてことはないから。はい、行きました、やる、続きました、まくったんちゃん、まくりましたね、完全に。今日初めての4連目です、ありがたい。さあどうでしょうか、また青色チャンスアップ、こっちも青色でもここはチャンスアップなし、弱いんちゃいます、さすがに。これは分からんよ、案外バッサリいってくれるかもよ、バッサリいってくれる、ほら、ああ、すいません、ほら、いった、すごい、ほら継続率いいんかもしれない、 80% とかない、まさかのワンチャンあるかもしれないですね、ここに来てね。え、うん、ラスト現場強バトルでございます。ここは白、ジャクスイカ、さあチャンスアップゼロ、いよ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 命ついえる時が来ましたね。さあ敵が、はい、2指定で255ゲーム486枚でした。はい、ということで降格でもなさそうなんでここでやめたいと思います、おそらくプラス934枚プラりました、やったー、極限サバイバー100万円でやってるわい。まあ1回ちょっと700ぐらいまでハマっただけで、うん、昼過ぎに、まあ、順調は順調で、うん、あれやったんかもしれないですけども、まあ、うん、ごついのがなかったからその気持ちいい、うん、スカッとするあれが、そうだからまあちっちゃくなそうだから、なんかえらい疲れましたわ、うん、総合的に見てまあ流行んの分かるわっていう感じの、ああ なんかまあいい台やなっていうのは、うん、思いましたね。まあまたただでも売ってて思ったんが、うん、あれで3万4万いったら絶望感はえぐいっす。いや、その時はもう分かった、うん、だから止めてもイライラしたり絶望感出た時に、うん、今日みたいに歌おう、いや歌うっていうか、キーさんの横にあの俺自腹で高等講師だっ
置いときませんイラついてきたら、うん、イラついてきたらそれ持って俺トイレ行きますからさっぱりさっぱり思いついてしまった。面白いの思いついちゃった今の。ほんまにさすがでございますよ。この時間帯に面白いの思いついてしまうパンさん。この辺の近くにですね、はい、僕の思い出うどんっていうのがまあありまして、あのふるさとさんっていううどん屋さんなんですけど、名前がもうそもそも思い出にこう寄せてる感じしますよね。でしょ、確かね、僕が通ってた時は24時間やったんですよ。はいはいはい、徹夜明けとか、はいはいはい、ほんまにこうボロボロの状態の中で、はい、先輩とかに今日おごってもらった、はいはいはい、思い出のうどん屋さんがあって。ああ、なるほど。で確かにちょっと思い出補正かかってるんで、あれだったかもしれないけど、僕からするとほんまにペコペコふるさとっていうのは、心の中でこう大阪のうどんの中ではほんま上位を占めてたんです。ちょっとだいぶ気になるワードが今出ましたね。ペコペコが入ってきますか、そこに。やったらまあむちゃくちゃね、期待も持ちますし、でまあその今ピンさんが思い出補正の可能性は大やっていうことをおっしゃってるじゃないですか、はいはい、僕ね、人のその思い出の味とか食うの好きなんですよ。そうなんかね、そう人の思い出ってなんかこうそこ共有できたらなんか僕、はい、特にこう知らんやつとかやったらどうでもいいけど、うん、こう仲がね深くなって仲良くなったりとかしたらやっぱり、しかも僕ら大人になってからじゃないですか、はいはいはい、だからまあ僕らの付き合いがまあ10年近くになりますけども、はいはい、それ以前の P さんっていうのを僕は知りようがないわけですよ。ただそこで思い出の味って実はむちゃくちゃ重要なキーワードやと僕思ってまして、そう、自分が知らなかった頃のその友人のその時のね、その瞬間がちょっと垣間見えるっていうか、そう、なんか思い出話とかを聞くよりなんか そっちの方がね、なんかこう心がほっこりというか、こうなんかいろいろ想像して、そうやから今 P さんとかやからその20歳ぐらいの時って言ってはったじゃないですか。もう20年前ぐらいかな。じゃあもう P さんも20年ぶりぐらいってことですか。俺も20年ぶりぐらいちゃうかな。っていうかでもまだ残ってるっていうのが何よりすごいですわ。いや楽しみにします。じゃあちょっとそこに向かうということで、はい、行きたいと思います。いやほんまにラボばっかり、ちょっと俺らどう見られてんやろな今もう周りカップルばっかりの中で、ゲームでも導入部分の撮影来たよ。ふるさとにやってきました。もう着きますわ。いや、さっきちょっとチルマちゃんは車からチラッと見ました。見えましたけど、外観ペコペコですね。ペコペコやろ、なんか、だからやっぱり大阪なんですよね、うん、こういううどん屋さんがマジでないから、こういうところ、ほんまに。外国人観光客みたいになってるやん。いや、ほんまに。パッと見やと、インド料理屋のメニューみたいな感じがするんですけども、まあ、行きましょう行きましょう。これちょっと鉄火巻き僕食いますわ、俺って。食べた食べ。鉄火巻き言うたら俺なんですよ。そうなの。初めて聞いたけど。鉄火巻きなんですよ、俺。そんなんか生もの食うてるイメージなかったからな。これどうする、留吉も貼っていく。いや、ちょっとあまりに恥ずかしいから。恥ずかしいから。勘弁してもらっていいですか。クロちゃん。これか。美味しそう。これは嬉しい。嬉しい、はい。ほら。で、ピーさんのおすすめ思い出の肉うどん。肉うどんです。これはちょっとたまらんわ。ちょっと食べるまでの時間とんで。で、肉うどんと、うん、その、丼、ビールと一緒に。それがもうほんまの思い出の。いいですね。ピーさんは丼追加したじゃないですか、はい、それにミニうどんついてる。そう、うどんに 20年前にはなかった。あ、そう手打ちやで。あ、ちょっときしめんぽんついてる。そう平べったい平べったい。じゃあちょっといただきますね。ペコペコとは違う、うん、しっかり出汁が効いてるんで、もう夏に、ね、あ、おいしい。で、これ確かに柔らかいものですね。そうやな、優しい優しい味。うん、
ちゃうまいです、うん、うん、あ、懐かしい。鉄火巻き、うまっ。鉄火巻きが絶対立ち食いでは食えへんだしなんですよ。なんかね、あの化学調味料的な感じの味じゃなくて、はいはい、優しい優しい、トゲもない、はいはい、これな、このセットがね、懐かしいんですよ、ほんまに。うん、うまい、すみません、いや、うまそう、あ、よう旬になるわ、うん、うん、優しい、優しい、うん、うまい。そうや、親子丼ってこんな味なのかわ、うん、なんか最近親子丼ってうどんになんか食うてんの遅いやん、仲良いとかばっかで。あ、そうなんや。味濃いんですよ、うん、じゃあもともとはほんま高級な感じやわ。親子丼くっそうまいな。そうまい。なんでこんな優しい味なのにしっかり味付いてるんですかね。多分出汁やろうね、これが。あ、ね、そういうことか。おうどんも、うん、あ、そういうことね。ほんまにベースの部分がきっちりきっちり、次から次に来はる、ごちそうさまでした。汗だく、めちゃくちゃ美味しかった。ありがとうございました。めちゃくちゃ美味しかったです。まだね、ペコペコとは違う、そう、ほんまに思い出の味っていうか、なんかこうすごい優しい味で、うん、あの確かにこう口に入れた時の衝撃やったりとか、うんうんうん、あ、うまっていう感謝的な反応、うんうん、あ、俺確かにペコペコの軍配、ペコペコに軍配が上がると思うんやけど、でもなんかこのね、どこか懐かしい味、うん、優しい優しい、エレンとタルダシので、もう仕事が丁寧っていうか、その鉄火巻きにしてもノリがもうきっちり、うん、やっぱりお寿司のカウンターでずっと握ってはるし、うん、なんかもうほんまにトータルでこう長い時間食ってられるのはこっちかなっていう、うん、なんか知らんけど、だからその P さんがね、若い頃思い出す気持ちもすごいわかるし、なんか知らんけど俺その場にいたんちゃうかなぐらい。もうやっぱりね、この味は多分世代を超えて時代を超えて、ずっと残り続けんねなっていうのをなんか感じたね。わかりました。うん、そんな晩ご飯でした。いや、もう非常に美味しかったです。ありがとうございます。こちらこそ。あ、やった。お、いった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 、赤までいった、やったやった、熱いんじゃないの。じゃあ、あ、チャンスね、ジャックチャンスね、当たりましたね、当たった当たった、あ、やった。極限サバイバー100万円でやってるわい。